とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきましょう。今シーズンですけども、めちゃくちゃ難しいわけではないんだけど、まあ、めんどくさいっていうところです。はい。まあ、とりあえず、装備をしっかり選びながら、やっていきましょうか。ナイス。よし。では一回クリア、次ですね、スパイダーアーマーを取っていってください。スパイダーアーマーが、まあ、とにかく強いです。でも最後までは、今回来ませんね。途中で装備は変えていきます。 OK。 でここの階は、クリーパーがね最後出るんですよ。そのクリーパーにだけ、若干注意してください、まあ、ダメージ受けてもまあまあ大丈夫ではあるんだけども、一応ね注意して戦っていってください。 OK、 食らうね。はい、2回クリアです。まあ、もしもの時はポーションをしっかりと使っていってください。ハープーンクロスボウを取っていきます。でエンチャントですね、ハープーンに入れたいとこですけども、スパイダーアーマーを最初、商人で金にしますので、スパイダーアーマーから入れてた方がお得です。でここはね確かに長弾のハープーンがあるとだいぶ楽なんですけども、まあ長弾ついてなくても結構役に立つので大丈夫と思います。弓のね、ゾンビなんかはワンパンで倒せるので、ハープーンはいいですね。しょ、 OK、 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 はい、終わりですね。あれ、あと1体いる？あと1体、ちょっと調子よく言ってたけども、はい、3回クリアです。まあまあまあ特に問題はないと思います。で報酬いりません。怒りを使う場合は羽を取っていった方がいいんですけども、今回は、怒りは使いません。ちょっとねやっぱり怒りは癖のある武器ですので、万人受けはしないということで、今回は怒り以外でクリアしていきたいと思います。でここはねこいつらがいてめんどくさいんだ。よし、行きましょう。あのね、槍のヴァンガードか、あいつがもうチク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 鬱陶しいんだよね。なんで矢をどんどん使っていっていいです。ちょっと待って、もう凍結。よし、終わりだね。であとは上にいるゾンビを倒しておしまいですね。で矢はたくさん今回あるのでどんどん使っていきましょう。はい、でここ報酬で地雷ですね、取っていきましょう。雷の杖でもいいんだけども、まあ、地雷の方が道中どんどん使っていけてお得かなと思います。やっぱ地雷はねどんどん使えていいっすよね、うん、クールタイムも短めですごく使いやすい。よっしゃし、実際使うのは雷の杖とかもあそこだけなんだよね。イリュージョナーの対策なのでどっちでもいいと思います。まあ雷の杖の方が当てやすいんだけど、地雷でも十分大丈夫です。火力はそんなに変わりません。よし、でここ箱はね忘れず取ってくださいね。箱はしっかり取りましょう。でここ報酬で鞭取っていってください。うん、そんなにね好きな武器ではないんですけども、あると便利です。でここ上げる前にクールダウンを3までしておいてください。で瞬速帯電好きな人は、入れていいと思います。俺は入れずにいきますね。でこの鞭を取ったのが7回がちょっときついからですね。初期武器だと
この7回が結構きつくなるので、ムチを入れていってます。はい。で一応鋭利入れておくと結構倒しやすくなるのでおすすめで、ああで強いやつは地雷をね使っていってください。ナイス。あ、無理だった全然ダメだった。あとハープーンとかもねどんどん使ってください。矢はここにも落ちてますのでどんどん使っていって OK です。やっぱね、どうしても初期の剣の火力では難しいんだよね。まあまあクリアできないほどではないんですけど、どうしても火力不足になってしまいますので、まあ持っていった方が無難だと思います。 OK、ダメージが増えると回復量も増えるので 6% 吸収でね、なので安定感は増します。まあまあすぐ装備変えるんですけど、まあ、ここ対策としてムチを入れてる感じです。はい、 OK で、ここでおしまいですね。はい、7回クリアで、もうすぐに武器変えます。ここでもうすぐに変える、星なき夜がおすすめです。もしくは槍でもいい、ささやく槍でもどっちでも OK です。でエンチャントで火属性と働き鉢、特に働き鉢は、忘れずに入れるようにしておいてください。ここね、クリーパーいっぱい出ますし、スライムをね倒すので蜂がねよく召喚されるんですよ。なのでものすごくお得なのでぜひ入れておいてください。 OK、 あとどこだ、こっち、ん、そんなとこかい、えらい変な場所まで行ったね。では8回クリアです。ちょっと時間かかりました。ここで乱射のクロスボウに変えていきましょう。でエンチャントでマルチショットですね。ここは、乱射のクロスがあるとものすごく楽になります。まあ、地雷を置きつつ乱射でプス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 打っていけば大丈夫と思います。よし。でできるならば近接攻撃も混ぜながら行きたいところなんですよ。蜂を出してクリーパーをうまく起動すればよし、お得に倒せるんでね。でも凍結を受けてしまったらもうしない方がいいです。よし、終わり。9回クリアでーす。次バジーネスト取っていきましょう。で10回も、まあ別に問題はないかな。まあ、しっかりと距離を保って戦っていけばやられることはないと思います。よし。このね矢がものすごく優秀なので何度でもなりますね。よし。でこっち側敵が出ますので、あぶね、忘れずに倒していきましょう。まあ、ある程度出してからでいいです。ある程度出してから倒しに行けば、問題ありません。どこだ、 OK。 であとこっちに 2,3 体いますので倒していきます。よっしゃ。であと上ですね。はい、では10回クリア。蜂が結構出てたな。でここで怒りじゃなくてボーンクラブです。ボーンクラブが万人受けするんじゃないかな。でユニークですね。ここでボーンクラブを骨の梱包に変えていきます。よし。でエンチャント忘れずに入れていきましょう。
働く蜂と吸血を1ずつで衝撃波ですね。これで大丈夫です。でまずは上からです。プレステはプレステ上から地雷をしっかりと当てて、どういうこと、ちょっと待って、なんか意味がわからんかった。ちょっと待って、イリュージョナーが寝てた。わからんけど、ちょっと待って、何今の。若干無敵みたいになってたし、ちょっと今のは想定外です。地雷を当ててバシバシ殴るとすぐ倒せるんで、普通だったらいいです。今のはちょっと想定外、何だったんだ。はい、何もいりません。行きましょう。いや、びっくりした。はい、まあ気を取り直していきましょう。よし、まあ今後ね、通常攻撃でガシガシいけば、問題はないと思います。 OK。 やっぱね、回復量が違うよ。効果力の武器は 6% の威力が全然違います。でここにも箱ありますので、まあご存知ですよね。絶対忘れないようにしましょう。いた、よし、 OK。 じゃあと上になんとかしておしまいかな。はい、おっと矢が出てる、ありがたい。でここで、バーストクロスボウですね、火力を上げていきましょう。でエンチャントで、虚無とクリティカルでいいと思います。はい、でここね、毒レイスには注意です。これ超ダメージ受けちゃうので、あいつには注意していきましょう。でもほんと今回ね、このステージがね嫌いだわ、ほんとに。このステージがものすごく戦いにくい。やっぱ凍結嫌いなんだよね。よし、 OK。 もう凍結するな、本当に。よし、 OK。 あと1体かな。よし、おろおろ、もう1体。衝撃波が多分手前のテントで消えてたね。はい、でここでパワーシェイカー取っていきましょう。で次プレステ版は下からです。スイッチ版は上かな。地雷を当ててパワーシェイカーでガツガツ倒せば大丈夫です。はい、ブラインドをもらう前に倒せればいいんじゃないかな。待って、固まるなって。はい、おしまい。位置さえね分かってれば、イリュージョナーは特に問題なく倒せると思います。でここスノーアーマー取っていきましょう。もうね、防具の耐久力がもう全然ないんですよ。なので、取っていった方がいいと思います。で、一度二度やられてるときはライフブースト入れてください。いらないときにはタンブルビーとサプライズギフトを入れておけば OK です。タンブルビー2でもいいんですけども、3だったら確実に出るので、余ってる時には入れておくのをおすすめします。 OK。 ここもね結構敵が多いんだけども、そんなに問題はないと思います。よし、 OK。でエンチャンターね、ここ注意すべきは。 OK。 エンチャンターには
特に注意が必要です。よし、切れる、オーケー。エンチャンター自体はね強くないんだけども、エンチャントをもらうとものすげえやりにくくなるので、よし、オーケー、いいじゃない。オーケー、でそっちに気を取られてる間に倒しましょう。へい、であと奥の方に 3,4 体いておしまいかな。どうだ、ナイス、あ、残ってたんだ、よし。では16回クリアです。やっぱ耐久力がね上がってると全然倒しやすくなりますね。ここは何もいりません、そのまま行ってください。でここ今、まあ、今シーズン一番難しい場所だと思いますけども、まあアーティファクトやら、弓やらをしっかりと使っていけば、まあまあまあ問題なく戦えると思います。うん、このセットだったら全然問題ないはず。とにかくねロイヤルガードが多いんですよ、あいつさえなんとかなれば大丈夫です。終わりかな。はい、17回クリア。でもね装備悪かったらねこれ絶対積むんですよね。ここは何もいりません。装備っていうのは本当にね、うん、重要だと思います。で余ったエンチャントは衝撃波に振っていけば大丈夫だと思います。よし、 OK、 いいね。でネクロマンサー出るので、ネクロマンサーは早めに、ね、倒しましょう。こっちからもいいかな。よっしゃ、 OK、 いいんじゃない。凍結が嫌いだわ、凍結が嫌い、とても動きづらい。よし、よいしょ、あとここでおしまい。はい、蜂めちゃくちゃ出たな。18回クリアです。でここで弓を爆発に変えていきましょう。でエンチャントで、クリティカルとテンポセット、とりあえずこれで OK です。しゃ、オーケー、いいね。あ、食らっちゃった食らっちゃった OK。いいんじゃない。とにかくあそこのネクロマンサーが鬱陶しいので早めに倒すようにしましょう。欲しい本当。あとは雑魚です。うん、クリーパー何体かいるけどね。とにかくネクロマンサーが一番ネックかな。何もいりません。で商人で武器を上げていきます。ボールはねもうこれで耐久力十分なので武器のパワーを上げていきましょう。もしくはパワーシェイカーでもありかなとは思いますけどね。はい、でエンチャント入れますね。衝撃波です。あとは何でもいいと思います。とにかく衝撃波3。ボスが出たらテンポセフトを当てて、よし、ダメージを当てていくと、よし、 OK、 OK、 倒したね。まあまあこいつはちょっと時間はかかります、倒すのに。倒し方はちょっと共通です。テンポセットで、おお、ちょっと、おお、ちょっと危ない、挟まってる、挟まった、危な、やられるかと思った。よし、OK、 まあ自
道に行きましょうね。とにかくクリーパーのダメージを受けなければやられることはないと思います。おい、どこにいるんだそれ。終わりか。当たらないか。当たった。いや、ちょっと待って待って。よし、 OK。あー、うん、次の時に取っておきたいね、パワーシェイカーはね。次で一気にいけるんで、次で攻めます。やっぱこの装備でいくと邪悪なレースが若干時間かかるっていうのがまあ問題なところかな。よし、 OK。めちゃくちゃ時間かかるわけではないので、まあ、頑張っていきましょう。 OK。 危ない。蜂はしっかり出してね。今日なんかえらい はまるな。なんか溝に今日はえらい引っかかりますね。 OK、若干時間かかりますけども、安定してクリアはできると思います。何が来る。なんか最近さ、北極ギツネ俺やたら出るんですけど、まあいりませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。